デリバティブオプション取引、バイナリーオプションバイナリーオプションは、オプション取引を基にした、金融商品の一種。デジタルオプション、オールオアナッシングオプションとも呼ばれる。NYSE アメリカンでは固定リターンオプションと分類している。外国為替証拠金取引の、廃ー取引のように、為替相場や株価指数の投落を予測する取引で、あるが、以下のような特徴がある。 一般的な株式や FX の廃炉取引は、為替相場などの到落を予測し、その後の値動きに応じて、利益か損失が確定し、その値幅に応じて、損益金額が変動する。バイナリーオープションの場合も、相場や指数の騰落、一定範囲に入るかを二者択一で予測する取引で、ある。このため、バイナリー、デジタルと呼ばれる。取引1回ごとに募集があり、 購入時にオプション料の支払いいうことで参加できる。締め切り後、一定の取引時間が経過した時点で予測が適中した場合は、払い戻しが得られる。この場合は、利益は最初に支払ったオプション料とペイアウトの差額となる。予測が外れた場合はリターンはないが、損失はオプション料のみとなる。このためオプション料以上の利益が得られるならば、 一回ごとの取引では赤字にならない。また多くの業者はオプション量を少額にすることで始めやすくしている。一見すると単純な取引に思えるが根拠となる理論は非常に複雑なため素人には理解が難しく、そもそも一定期間の相場予測は専門家でも困難である。またオプション量が少額なことからリターンを狙って見込みのない取引をする。 短期間で結果が判明することから社交心を煽られ取引を繰り返すなどギャンブルに類似した特性を持つため短期間で損失額が大きくなる恐れがある。少学で始められるがリスクが高く社交性が煽られることから国によってはギャンブルとみなされ禁止する動きがある。金融商品取引法では店頭デリバティブ取引に該当するため日本の顧客との間で バイナリーオプションの取扱い業務を行う場合は、海外業者も含め、金融商品取引業の登録が義務付けられている。金融庁では、リスクの高さを警告しているほか、警告を発した無登録業者名を公開している。2013年、金融庁では、1分や5分で満期を迎えるような短期商品の取扱いを禁止している。また、日本証券業協会が、 バイナリーオプション取引に関する規則を制定し、同規則第5条において、バイナリーオプション取引について、革命柄の取引期間を2時間以上となるよう、また、革命柄の判定期限を同時または、間隔が2時間以上となるよう設定しなければならない、とした。2014年から、海外で、バイナリーオプションなどを取り扱う、無登録の業者とインターネット上で取引を行い、 損失が生じても返金に応じない、高額の支払いを要求されたなどのトラブルに遭遇する例が急増しており、国民生活センターが注意を呼びかけている。2015年頃には、オプザイルと呼ばれるバイナリーオプション用の情報商材を売りつける詐欺があった。2020年頃からには、オプザイルとは異なり、SNS を通じバイナリーオプション用の分析ツールや教材が入った。 USB メモリを高額で売り付ける事例も報告されている。またネズミ講の要素を含む手口も報告されている。EU では2018年3月27日より取引が禁止された。イギリスでは2019年4月2日より取引が禁止された。カナダでは2017年9月28日より取引が禁止された。 abcdefghij バイナリーオプション取引にあたってご注意ください。金融庁 www.fsa.go.jp 2021年10月2日閲覧。ab 海外業者とのバイナリーオプション取引にご注意ください。紹介事例国民生活センター2014年9月4日 abc オプザイルと個人投資家が ツイッター上で戦争。NHK から在 f x に取材がニュースアップ謎の投資グループの実態は NHK オリジナルの2016年9月20日時点におけるアーカイブ h t t p s m e g a n o d o n j p 2 0 1 6 0 9 2 0 2 0 0 6 1 0 w w w 3 n h k o r j p n e w s h t m l 2 0 1 6 0 9 2 0 k 1 0 0 1 0 7 0 0 6 2 1 0 0 0 h t m l バイナリーオプション取引に関する規則の制定及び、協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則の一部改正について、日本証券業協会、2016年12月22日閲覧。バイナリー投資、返金応じず被害急増海外業者の話毎日、新聞2014年9月2日バイナリー取引、トラブル急増国民生活センター注意喚起毎日。 新聞2014年9月4日、金儲けの方法売ります高額購入で、若者の被害急増、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2021年10月2日閲覧。うまい投資話に乗る人が、こうも後を絶たない理由、お金で損しない森永公平のマネーリテラシー講座。東洋経済オンライン。2021年10月2日閲覧。 エスメグリス2プロヒビット、バイナリーオプションズアンドリストリクト、CFDS2 プロテクトリテールインベスターズハット、負荷カンファームズパーマネント版、オンザセールオブバイナリーオプションズ2リテール、カンスーマーズ負荷、ハット CSA マルチラテラルノーティスオブマルチラテラル、インストルメント91から102、プロヒビションオブバイナリーオプションズアンドリレーテッド、コンパニオンポリシー。ありがとうございます。